美しい自然がいっぱいの宮城の農村。その自然あふれる土地で営まれている農林水産業を通して、地域の歴史、伝統文化を身近に感じ、体験してみたい、訪れてみたい、そんな気持ちにさせる宮城の農村の魅力をご紹介していきます。春、柔らかな日差し、命が芽吹き、暖かい新鮮な空気を胸いっぱい吸い込んで心癒される春。霞たなびく山あいはまさに春の風情です。夏、太陽の恵みを受け大いなる成長を続け活気づく夏。湖面に映る青い空、綺麗な海、キラキラとどこまでも輝いています。秋、実りの秋、大地、自然の恵みがいっぱいです。ふるさとが懐かしく思う季節と言えるかもしれません。冬、何物にも染まることのない美しい白い世界に包まれる冬。ただ静寂に包まれているだけでない透明な空気、また巡り来る次の季節への準備を進めているのです。宮城の四季は季節の移り変わりがはっきりと手に取るように分かります。こちらは川崎町長谷倉より蔵王連峰を眺めた四季の風景です。日本人にとってこの景色は心のふるさと。どこか懐かしく心に響くような場所ではないでしょうか。農産漁村では心優しく力強い宮城の人たちが助け合い励まし合いながら、さまざまな営みが繰り広げられています。田植え、草取り、漁、米、野菜、果物の収穫、花の栽培、五穀豊穣や無病息災を願う祭りなど、農産漁村は食料を生産する場としての役割を果たすだけでなく、人々の生活を守り、大地の恵みを受け、豊かな暮らしを続けていくために欠かせないものです。これまでも、そしてこれからも、みんなで守り、支え、子どもたちに引き継いでいくことが望まれます。山あいの農村集落では過疎化、高齢化の影響を受け、人のいなくなる集落が出ることも心配されています。都市に近い農村においても、これまでは農家を中心とした地域の共同活動により地域の環境が守られてきましたが、農家以外の住民が増えたり後継者不足で地域内のつながりが弱くなり、その継続が難しくなってきています。今、農村地域では農家だけでなく
地域のさまざまな人たちが協力して農地や農業用水、農村の景観や自然環境を守るための新しい取り組みが始まっています。例えば花の植栽などの景観形成活動、水路などの草刈り作業、清掃活動などを地域の人たちが一緒になって行っています。山あいの集落では過疎化、高齢化が進むことによって地域活動や共同活動が低下するのを防ぐため、新たに地域リーダーの育成、共同活動の実践、耕作放棄地の発生防止、施設の保全整備などの活動を支援する取り組みも行われています。それによって里山や農地などが持っているいろいろな機能の発揮と共同活動により生まれる新たな地域連帯感や地域コミュニティの維持を目指しています。今、美しい農村を守っていくためには、そこに住む農家だけでなく、都市の人々や農村に住む農家以外の人々の相互理解が必要です。宮城は都市と農産漁村が近接していて、時間的にも距離的にも非常に恵まれた環境にあります。この恵まれた環境の中で、都市に住む人たちと農村に住む人たちが互いに理解を深めるため、楽しく自然と触れ合える農業体験や農家レストランでの食事などにより交流活動を行っています。都市に住む人たちは農家の暮らしや自然と触れ合うことによって、ものによって得られる満足だけではない心の豊かさを得ることができるのではないでしょうか。農産漁村に住む人たちにとっては、都市に住む人たちとの交流で自分たちが素晴らしい地域で生活をしているということをさらに強く感じることができるのではないでしょうか。宮城の大地、水の大切さを身をもって体験できる何者にも代えがたい経験です。宮城県では誰でもが農村地域での貴重な体験や安らぎの空間を身近に感じてもらえるように、宮城のグリーンツーリズムという農産漁村を舞台にした交流活動を行っています。都市に住んでいる人たちが農産漁村の生活体験や農業体験、収穫体験などさまざまな体験をすることができます。その体験を通して歴史、文化、産業などを学び、農産漁村の大切さ、生活の豊かさ、自然との調和などを理解していくことができるでしょう。産地直売所もあり、地元の新鮮な食材を購入することができます。農林漁家レストランでは、地元で採れた米、野菜、果物、魚など旬の新鮮な食材を使った伝統料理や工夫を凝らしたメニューで温かくおもてなしします。宿泊してゆっくりじっくり体験したいという方にとっては、農林漁家民宿があります。そしてさまざまな人たちによる共同の取り組みが進められています。
農林漁科の人たちが伝え育んできた祭りや伝統文化、芸能、自然探索などを都市に住む人たちに伝え、いろいろな交流を通してお互いの理解と共生を目指しています。どうでしたか？体験してみたい、訪れてみたい、食べてみたい、そして住んでみたい、そんな宮城の美しい自然環境や農村景観を子どもたちに残していきたいと思いませんか？まずは宮城の農村を訪れることから始めてみませんか？宮城グリーンツーリズム推進協議会もお手伝いします。詳しい内容、お問い合わせなど、こちらのホームページをご覧ください。